たい1年半2年ぐらいで汚れ油汚れが溜まってくるので、外す時にドローッと垂れてくるので、これこういう養生が大事になってきます。1年半2年ぐらいのスパンでお掃除をしていただいた方が換気の質も良くなります。油汚れは洗剤のつけ置きが一番ポイントになります。というのは、洗剤をつけ置きしてこすらないでも落ちるというのがベストなレンジフードの作業になります。汚れがちょっときつい場所なんかだとブラシでこすってもなかなか取れないんですが、叩いて落としていくとだいぶ簡単に汚れが落ちます。それでこのブラシを使って叩いて落とすようにしています。